古蘭書市二本松店は、市内や本宮市、大玉村の農家が自慢の新鮮な野菜などを直売所に卸しています。今は夏野菜のナスやトマトが並びますが、中でも売り場面積の多くを占めているのが県の特産桃です。やっぱり桃ですね。はい、今は主力品種の暁で、離れて暮らす親族などに送るため15箱買う人もいるほどで、すごい、今年は特に人気だといいます。今年も、ジューシーで甘みのある桃ができました。非常に多くの野菜でしたり果物並んでおりますので、ぜひお買い求めいただければと思います。古蘭書市二本松店をはじめとする JA 福島未来館内の直売所では、あさってまで安い値段で桃を購入できるキャンペーンを実施しています。